サクラメント級高速戦闘支援艦が必要とする補給品をすべて搭載しており、世界最大の補給艦であった。1964年より順次に4隻が収益したが、2005年までに全艦が退役し、運用を終了した。建造単価は7000万ドル。基本計画番号は SCB196。 第二次世界大戦後のアメリカ海軍の作戦行動にとって高速空母機動部隊は非常に重要であった。空母機動部隊は数ヶ月は作戦行動を継続することが求められるが航空母艦自身が搭載できる航空燃料、弾薬のみでは数日程度の航空作戦しか展開することができない。したがって作戦海域に侵入して 強力な攻撃作戦を行った後、安全な海域まで後退して、次の攻撃作戦に備えて補給を行うという運用がなされるようになった。このような戦術は1945年に初めて導入されたものであり、爆撃機や高速戦闘艇、地対艦ミサイルなど、沿岸防衛部隊の福域の拡大とともに、安全のために、 機動部隊が後退するる。べき距離ははかに長くなったといいえ、現在でも用いられ続けているこのように空母機動部隊の作戦のために養生補給は欠かせないものではあるが一方で養生補給の作業中は航空母艦が非常に脆弱になるという問題もあったこの問題に対してアメリカ海軍は一隻の補給艦によって燃料と弾薬を同時に補給することで 洋上補給の時間を最小化するというワンストップ補給コンセプトを構想した。ドイツ海軍も似たような運用を構想してリットマール支援を建造しており、アメリカ海軍は同船をカネッカーとして再収益させて試験を行った後、1952年には補給艦隊給油艦として改装し、本格的な運用試験に入った。 同艦での経験を踏まえて、1955年までに海軍はワンストップ補給コンセプトを採択し、そのための補給艦として高速戦闘支援艦の開発に着手した。高天下で空母機動部隊への洋上給油を行った際、アイオワ級戦艦の方が専用の給油艦より優れていたという経験もあって、1957年8月、海軍作戦部長府は、 戦艦やアングルドで帰化されていない航空母艦の回収を検討し、艦船局はサウスダコタ急戦艦を訴状に乗せたが非効率的として帰却された。また1958年1月にはアイオワ級戦艦の改装が検討されたが、こちらも同様の観点から帰却された。これらの検討を経て結局は心臓されることになり、1961年度予算より、 建造が開始された。これによって建造されたのが本級である。上記の経緯より本級は一石で空母戦闘軍に必要な物件すべてをまかなえるものとされており、高速戦闘支援艦という艦種の最初の艦級である。戦闘級テ艦、旧兵艦、旧油艦など従来の補給艦は洋上補給グループを編成していたのに対し AOE は普段は 空母機動部隊に随伴して、部隊内での洋上補給を行うとともに、洋上補給グループから液体やドライカーゴを受け取り、それを空母機動部隊に補給するというシャトルの役を果たす。このように、機動部隊に随伴することから、従来の補給艦より、はるかに大きく、強力な艦が必要とされた。アイオワ級と同等の公用性能が求められたことも、 あって、船系は、ノースカロライナ級戦艦を参考にし、また弾薬庫を守るように燃料タンクを配置する工夫がなされた。また特に補給時の操船能力を高めるための操船機能に配慮した改正が加えられており、設計段階では、船尾部の設計とプロペラの配置の両方についての検討が重ねられた。また環境を前方に移動して、視界を確保するとともに、 補給ステーションや、その操作要因の保護を図った。1957年の機動駅務会議では、速力30ノットが要望されていたが、後に26ノットに妥協された。満載排水量5万トンという大型艦でこのような高速を発揮させるため、1番艦と2番艦には、アイオワ9000艦の6番艦、ケンタッキー向けに製造されたものの、同艦の建造中止に伴って、 余剰となっていた蒸気タービン主機関が半分ずつ流用されている。洋上移送補給ステーションはストリームに対応しており、液体貨物用のものは6カ所が設定されている。給油速度はポンプあたり毎分約11キロリットルであった。一方、ドライカーご用のものは7カ所が設定されていた。洋上移送は基本的に量源で行うことができるが、 空母に対しては左減のみの対応であった。なお、2番艦は後に、新型洋上補給装置の試験艦としても用いられた。物資格納標準的な搭載内容は、下記の通りとされていた。航空補給完備に格納庫及びヘリコプター艦板を備えており、ベルトレップ補給も行うことができる。 格納庫は3基分が設けられており、それぞれ長さ14.3から15.85メートル、幅5.2から5.8メートル、高さ5.5から5.6メートルとされていた。ただし実際の搭載数は2基とされていたことも多かった。艦隊に随伴する必要から、本級は比較的充実した武装を備えていた。 当初は、マーク56砲射撃式装置2機と組み合わせて、マーク333インチ連装速射砲4機を搭載していたが、1970年代に、これらは撤去され、代わって、シースパロー股艦防空ミサイルシステムのためのマーク298連装ミサイル発射機1機とマーク91ミサイル射撃式装置2機、ファランクス CIWS2 機が搭載された。また案、 WLR-1 電波探知装置もアン、s l q 3 2に更新されたほか、3番艦では、タスマーク23テイク警戒レーダーも搭載された。なおアン、s q s 2 6ソナーの搭載も想定されていたが、実際の搭載は行われなかった。ありがとうございます。